皆さん、こんにちは。ヒロッキー5です。デイリーレース。富士スピードウェイ、チケーンなしレイアウトを、4ラップします。ウプ主さんは、裏間、GR4 で出場しています。レースが静かにスタートしました。最後尾からの走りとなってます。第1コーナーに向けて、フル加速。1番後ろなので、気楽です。おっと、追突してました。サイドバイサイドになりましたが、ウプ主さんが前に。これで、9位です。第6コーナーで、サスキチ選手に近づきました。リンガー選手とサイドバイサイドですね。ウプ主さんも、順位アップのチャンスです。そして、オーバーテイク。8位です。チケーンを抜けていきます。ちょっとはみ出しながらクリア。この勢いで、もっともっと、行きます。2ラップ目です。100R を曲がっています。この先で、サスキチ選手をオーバーテイクできそうです。おーおー、ウプ主さん、キレのある突っ込みだー。裏勘、いいねー。さて、間もなくホームストレート。少し、大回りになってしまったー。スライドに気をつけて、優しく立ち上がりました。第1コーナーへのアプローチで、差し込めそうな空気ですね。ブレーキエリアです。集中です。うまく、インに切り込んで、一つ順位アップです。今度は、藤竹選手と、サイドバイサイドを。第3コーナーは、引いておきます。コースアウトは、嫌なので。ガンマ選手のリプレイです。ブレーキングで、コースアウト。これで、ウプ主さんを助けてしまった形に。藤竹選手が、ミスりました。と、とりあえず、イン側から回避しました。ああ、ラインがきつい。藤竹選手とは、サイドバイサイドとなりました。イン側から粘ってきました。おーおー、後ろからもプレッシャーが、アウト側で踏ん張って、なんとか順位を維持。低速の第3セクターでのバトルを、うまくやり過ごせました。汗が出ますねー。ファイナルラップです。4位の MKK 選手の背後に迫ります。いけるのか？うおーおー、いいチャンスだったー。最終コーナーで、インにねじ込みたいところ。いやー、届かないー。もっと早く、4位、争いしたかったですね。そのまま、5位で、フィニッシュしました。11位スタートでしたが、かなり順位アップできました。3位以内まで行けそうなくらい、うまく力を出すことができて、すっきりしたレースでした。続いてのレースはブラジルです。インテルラゴスを、5ラップします。車は、BMW の、Z4 です。またしても、最後尾スタートとなりました。後ろから、ミサイルされる心配がないので、気楽に走れそうです。コースアウトに、気をつけていけば、悪くない結果になると思います。第4コーナーです。ジャングライマン選手とサイドバイサイド。そして、K308 選手が、コースアウト。ウプ主さんは、13位へ。間もなく、2ラップ目。ジャングライマン選手がペナルティ消化。ウプ主さんは、12位となりました。3ラップ目です。レスキュークスワード選手に、追いつけません。少しでも近づくために、パワーを絞り出して、いきます。少し、滑っても気にしない。4ラップ目です。一周以上かかって、ようやく追いつきました。K308 選手も、気がついたら、後ろにいました。あと、少しで、オーバーおーおー、危ねえ。最終コーナーで、インに突っ込めば、いけそうですね。あ、少し、離されていくー。最終コーナーでは、無理でした。が、悪くない立ち上がりです。スリップストリームも使える、いいタイミングです。
レスキュークスワード選手の後ろの絵が何なのか、ウプ主さんには謎です。さあ、来ました。来ました。これは、チャンスだ。行き場がわからない。とりあえず、アウト側へは、K308 選手も、お邪魔してきた。押し出された。K308 選手は、ペナルティが出るはずです。出たようですね。減速してますね。ウプ主さんは、たなぼたな展開でした。これで11位です。トップがフィニッシュします。RCF の綿選手が優勝です。2位、SLS のリファン選手。3位、RCF の ID が決まらん選手でした。ウプ主さんは、トップから約15秒遅れでフィニッシュしました。最後尾スタートのレースでしたが、退屈なレースにならなくてよかったと思います。ご視聴ありがとうございました。